皆さんこんばんは。チチャンネルへようこそ。ついに買ってしまいました、ジンバルです。先日 Amazon のブラックフライデーの時にとても安くなっていたので、ついにジンバルを購入してしまいました。ジンバルとはスマホを固定して撮影できる自撮り棒みたいなもので、ただ固定するだけではなく、実際に画面を追従して自動で調整してくれるようなものになっていて、またモーションがついていて勝手に回転して撮影してくれるモードがあったりとか、パノラマで画面をファーッとこう映してくれるモーションがあったりとかする、とっても便利なアイテムです。早速そちらを実際に使ってみてご紹介していきたいと思います。早速ですが、まずは収納に便利なこちらの袋が入っていました。それとこちら本体と、あともうつけちゃったんですけど、こちらのストラップがついていました。あとはジンバルを固定できるように後からつけられるこちらの三脚がついています。実際に開くとこんな感じになっています。使い方がすごい簡単で、実際に手に持って使う場合はもうこのまま使えます。で、どこかに置いて三脚で立てて撮影したいときは、こちらのパーツをこちらの穴にもうくるくるっと差し込むだけで使用できます。で、実際の使い方なんですが、まずこうやってコンパクトに折りたたまれているので、まずはこちらをこう上に持ち上げます。で、この時多分大丈夫だとは思うんですけど、ここで固定されていたりすると動かないので、もしここが上がらないなと思った場合はここを緩めてから持ち上げてください。で、持ち上げたらスマホの重さに耐えられるように一旦こちらを固定します。そしたらここにスマホを設置する向きが書いてあるので、こちらの通りにスマホを設置していきます。はい、実際に設置できました。電源を何も入れないとこういう感じでプラーンとしている状態になっています。ここから電源を入れる前に最初にこちらの専用のアプリをダウンロードしておきます。で、ダウンロードしたら開いて Bluetooth を接続する設定を行ってください。実際にはこちらを購入すると取扱説明書の方に QR コードが載っているので、それを読み込んだ後にこちらに同封されている取扱説明書に従って簡単に登録ができました。で、Bluetooth の設定が完了したら、こちらの電源ボタンを長押しします。長押しすると電源のオンオフになってます。実際に押してみます。今ポポポって音が鳴ったと思うんですけど、これで接続が完了した状態になっています。いろいろボタンがあると思うんですが、こちらが充電がどれだけされているかというゲージになります。こちらが3つついている状態が充電マックスの状態です。で、こちらの青がついてると思うんですけど、この青がついていればちゃんと Bluetooth 接続がされているよっていう状態になります。こちらがブリンクしていたりする場合は接続できていなかったりとか、スリープになっている状態であることが多いので、詳しくは取扱説明書をチェックして異常がないか確認してください。で、こちらの電源のボタンなんですけど、こちらは1回押すとこちらの縦で撮影するか横で撮影するかが切り替わるようになっています。で、こちらを2回カチカチっと押すと視点の修正をしてくれます。で、こちら丸ボタンって言えばいいんですかね。こちらの場合はカメラにしたりビデオにしたり切り替えることができます。あと録画開始終了もこちらで操作できます。今みたいに1回押した場合はカメラとしてシャッターが機能します。で、こちらを2回カチカチっと押すとカメラからビデオに切り替わるようになっています。今丸のマークがあったと思うんですけど、これを1回押すと写真を撮ることができます。で、こちらをカチカチっと2回押すとビデオモードに切り替わります。またカメラに戻したいときはまた2回押すとこちらに写真に戻ります。で、もしビデオモードで撮影したいときは今の丸ボタンを1回押すと録画開始になり、でもう1回この丸ボタンを押すと録画終了になります。簡単な使い方はこんな感じです。で、他にもこちらの横にレバーがついてると思うんですけど、これを上げたり下げたりすることでズームしたり元に戻したりすることができます。それ以外にもこの中の機能としてスローモーションの機能だったりタイムラプスの機能があります。
あとは効果というモードがあって、こちらの効果の場合は自動でくるくるっと回転してくれたりとか、パノラマを映してくれたりとか、あとは音楽に合わせて右回転左回転を切り替えてくれたりとか、あとはこちらの中でそれぞれのモーションを合成させてくれるモードがあったりとか、結構いろんなモードがあります。こんな感じでパノラマがあったり、縮尺、こんな撮影もできますねっていう感じで、今音楽をオフにしてるんですけど、デフォルトで音楽がオンの状態になっていて、音楽をつけた状態でも撮影ができます。それ以外にもこうやってフィルターをかけられたりとかもしますし、の風景モードなのか摂写モードなのかっていうのも変えられます。で、実際にこちらを使って外で撮影してきた動画がこちらになります。何もモーションを使わずに撮影した様子がこちらになります。全く手ぶれがなく綺麗に動画が撮影できます。で、またこちらの場合は自動で回転してくれるモードで撮影しているので、実際に自分がスマホをくるくる回さなくてもこういった動画が撮影できます。あとはこちらのパノラマですね、自動で右に動いてくれるので、自分の手は固定したままこのような動画を撮影することができます。ざっと自分が撮影してきた動画は以上になります。まだ全然使いこなせてないんですけど、こちらを使ってもっと綺麗な Vlog を撮影したいなと思って、今回こちらを購入してみました。普段のお値段がだいたいいくらかわからないんですけど、私が買った時はだいたい6000円ちょっと、6500円ぐらいとかでした。で、黒の方がちょっと安くて、私の持ってる白の方が数十円だけ高かったです。でもどうしても白が可愛くて白の方を買ってしまいました。さて、今回は以上になります。あんまりガジェットに強くないので細かい説明はあんまりできなかったんですけど、機械音痴の私でもここまでは使い方が分かったのでご紹介させていただきました。結構取扱説明書も日本語で書いてあって、ある程度の初期設定は分かりやすいんですけど、どうしても細かい部分は操作しないと分からなかったりとかするので、これからもう少し調べながらもうちょっとこちらのジンバルを使いこなせていけたらなと思っています。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また今回のジンバルではないですが、実際に旅に行った動画なんかもいっぱいアップしてますので、そちらもご覧いただけたら嬉しいです。